JR 西日本からの入団、背番号99、杉本裕太郎。私は子供の頃初めてプロ野球の試合を生で見た試合がオリックスの試合で、その頃はイチローさんのファンで、その時からずっとプロ野球オリックスに憧れを持っていたので、今こうしてオリックスの一員になれたことにとても嬉しく思っています。走攻守三拍子揃っていてスター性もある選手なので、やはり見ていてもすごくワクワクしますし、自分もそういう選手になりたいなと思ってずっと憧れていました。やっぱり長打力を、期待していただいているので、長打力と、あとポジションは外野なんですけど、走る方も守備の方も自信がありますので、走攻守三拍子揃った選手と言われるように頑張っていきたいと思います。両親から預かったすごく大きな体なので、この身長を生かしてダイナミックなプレーをしたいと思います。大学の時も、2人でクリーンアップを打っていて、ポジションもセンターとレフトで隣同士を守っていたので、このチームでも、クリーンアップを打って守備でも隣で守れるようになればなればいいかなと思います。多くのファンの方々に愛される選手になりたいと思います。また将来的にはトリプルスリーを取れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ビーズ TV をご覧の皆さん、はじめまして、オリックスバファローズの杉本裕太郎です。とてもかっこいいユニフォームなので、早く一軍の試合で来てプレーをしたいです。糸井さんのような走攻守三拍子揃った選手になりたいです。大事なところで一発を打てるような選手になりたいので、そういう長打力と、あと守備や走塁も、自信があるので、そこも見ていただけたらいいなと思います。多くの方々に応援されるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。